陸上自衛隊のヘリ UH-60 は今月6日午後、航空自衛隊宮古島分屯基地を離陸し、池間島周辺を飛行する姿が防犯カメラに捉えられた後、レーダーから消え、乗っていた隊員10人のうち4人の行方が現在もわからないままです。自衛隊は今日も艦艇3隻、航空機3機に加え、310人体制で4人の手がかりを捜索しています。また防衛省は水深106メートルの海底に沈んでいる機体の主要部分の引き上げ作業を民間業者に依頼していますが、関係者によりますと、この引き上げ作業を担う作業船はあさってには現場海域に到着し、早ければ30日にも実際の引き上げ作業に取り掛かるということです。防衛省によると、機体の周辺にはまだ1人の隊員が残されているほか、機内の音声を記録したレコーダーなども残っている可能性があるとの見方を示しています。